ラウンドロビンは第11ゲームこの後はポジションマッチ、いよいよ順位が決まっていく、大詰めに向かっていきます。この、ね、6位7位の対戦なんですけどね、はい、4位の、ね、中谷優子と、ね、今の6位の阿部がですね22ポイントそれで姫路が30ポイント足らずですよね、差しかないんですよね、はい、これはもう本当にもの大事な大事な、このゲームですね、これ、はい、勝つだけでももうボーナスポイント30ポイントで順位が変わってしまうという状況です。さあまずは阿部正美プロ、ちょっと目が潤んでいるんですが、実はこのゲームの前第10ゲーム中谷プロと1ピン差のゲームを制したということで、何かこう本人がね感極まって、そうですね、もう涙が止まらなくなってしまった、もう泣いてる場合じゃ決してないんですけどね。それでね自分自身もね8プレーからパンチアウトして247で先終わって、中谷の最後の一投がストライクであれば248、一ピン負けるんですよね。ところが最後の中谷が8本カウントをやってしまったので、阿部の一ピン勝ち247対246で、ちょっと歓喜は待ったんでしょうけど、その点フレのパンチアウトは本当に立派でしたね、はい、阿部プロと姫路プロの対決、姫路浦田プロ、そしてこちらは阿部正美プロです。ポジションマッチを前にこのゲームは本当に非常に大事ですね、これはスペアを狙います。一つのミスが命取りです、はい、ナイスカバー。姫路プロは予選は18位、準決勝で9位までランクを上げてこのラウンドロビンに入っています。2008年のね、3冠だったんですよね、はい、はい、阿部プロ第2フレームもストライクが来ました。しっかりと先ほどのゲームの切り替えができているということでしょうか。そうですね、うるうるしてたのに、はい、しっかり投げてますね、けれんみのない投球です。阿部プロは初タイトルを狙っている今大会、一方の姫路プロ来ました。いつもより若干ですけど、転がしてると言いますかね、若干スピードを抑えてるような感じがしますね。やっぱりインサイドから投げてますので、しっかりした間取りがなかったら、天品がなかなか飛ばないんですよね、はい、だからそこでやっぱりしっかりした角度をつけるために若干スピードを落としながらボールをうまく転がしてフックさせてるような状況じゃないでしょうか。第3フレームです。おー、いいですね、力強い、はい、ターキー、コンディション的には阿部の方が合ってるみたいですね、はい、3位4位の椅子を、3位から8位までの、6選手ですか、でも熾烈な戦いですよね、はい、はい、他のレーンのこともちょっと気になりますね、こうなりますとね。いや本当ですね、はい、もうポジションマッチの前のゲームなんですが、先ほどからね、この323番レーン、左側のレーンですね、はい、ちょっと悩む選手が出てきたようですね。先ほどの谷川もね、23番レーンでは苦しんでたようですのでね、はい、イメージプロにとってもそのような傾向が、そうですね、今の、はい、出てますね、はい、はい、スペアを狙う第3フレーム、なんとかうまくそのアジャストしてほしいですね、はい、ナイスカバー。結構今のも難しいんですよね、今大会はラインとボールのイメージがなかなかこう合わせづらかったと振り返っています。なんとかラウンドロビンに拾ってもらったというふうに本人は振り返っていました。そうですね、でも
あの調子でやっぱりここまで順位を上げてくるというのは、はい、やっぱりこう彼女も実力者ですね。はい、安倍プロフォースを狙う、これも来た。いいですね。あまりこう表情を変えず淡々と投げる印象の強かった阿部プロですが、何か先ほどの涙でこう感情がね解き放たれたというんでしょうか。そうですね、はい、すっかりゾーンに入ってきたようです。そして姫路プロ、こちらは抑えていきたいところ。出だしスタート失敗、どうやって巻き返しを図るのか。そうですね、今の連のことをしっかりこう読んでますから、はい、うまくアジャストができれば後半からストライクが続くと思いますけど、その前にね、もう阿部がもうストライク続けてますからね。そうなんですよ、はい、でも最後のポジションマッチにかけてまだこの、4人の座を争う権利をね、得るためにはここはしっかりとスコアも落とすわけにはいきません。イメージプロは勝ち点が欲しいんですよね。そうですね、欲しいですね、あまり勝ってないんですよね、イメージね。確かにそういった意味では、そうですね、今120か140ポイントですかね、はい、上位の方はもう210ポイントが2人おりますからね、はい、時元長縄は210ポイントボーナスポイント稼いでますから、ね、阿部来た、ビフスが来ました。さて第10ゲームが終わりましたが、ご覧のように松永プロ依然トップ。阿部これは大きいですね、先ほどの247の勝ちと、はい、このゲーム頭から5発ビフスですからね、はい、神戸スカイレーン所属の中谷プロが4位に食い込んできました。ご覧のように2位時元、3位長縄、4位中谷、そして5位の佐藤プロは13ポイント差で追っています。阿部プロもご覧のように僅差、 そして姫路プロにも十分チャンスがある、はいはい、ただこのゲームで7位の姫路プロはボーナスポイント30を加えたい。そうですね、ここは何とか勝ちたいですよね、はい、阿部プロはもうそんなものを構いなしに飛ばす飛ばす、6連続が来た。先ほど言ったね、コンディション的にはね、阿部の方が合ってますよね、はい、今のね、若干のね、なんて投球ミスなんですよ、はい、ところがもうジャストでストライクになってますよね。それだけで完璧にアジャストできてますね。そうなってくるとこの姫路がね、やっぱこう合わせないといけない、おいいですね、お、はい、姫路プロ第6フレームでダブルが来ました。第7フレームへと移っていきます。まだ少し早くも分かりませんけど、このラウンドロビンで3パーフェクトゲームだと100万円あるんですかね。これは複数の場合は均等割になるんですね。そうですね、2つ出れば50万円ずつということでしょうけど、まあ、あまり複数出ることは考えられませんからね。そうですね、おー、これはラッキーだ。だいたいこういった話が出ると止まってしまうもんなんですけどね。今の危なかったですね、はい、ギリギリストライクを持ってきました、はい、阿部正美プロ7連続、もうなんかもうギリギリですね、もう、まあ、でもね、今の7フレームちょっと連のコンディションの変化があったように思われますのでね、はい、それもアジャストしないと9フレームが怖いですね。イメージプロ第8フレーム、おお、おー、いいですね、アクション、パーティー、イメージもあと4つだと240ぐらいまでいきますので、なんとか首の皮一枚、はい、ね、つながっているような状況、4位のチャンスがありますので、やはりこう7位と6位というのは大きな違いがありますよね。
ポジションマッチ7位ですと8位との対決になってしまいますから、直接対決でなくなりますからね、はい、これは非常に順位的に大きいんですが、はい、あとは周りの動向が気になってくる状況です。さあ8連続来た阿部プロ、一歩一歩着実にパーフェクトへと近づいていきます。姫路プロの第8フレーム、姫路プロ戻ってきたフォース、うまく天秤を叩いてますよね今のストライクね、はい、さあこの阿部ね、先ほど超厚めのストライク、ラッキー気味のストライク、同じところに立って同じところ投げればね結果は出ません、はい、どういうふうにストライクが出ても今ここでアジャストするべきでしょうね、はいはい、足元を確認した、はい、意外とスッと立ちましたね阿部正美プロ、第9フレーム、あー天秤、今のはね多分ねちょっと若干左に 油を使っていったんですよ、はい、その油を使いすぎたのかちょうどねあれでねもう少し薄ければもう少し厚ければストライクなんですよ、この位置だけであの天秤タップなんですよ、まあ、そういう意味では非常につかなかったですね。あとは勝負、姫路プロはややブルックリン気味、23番レーンはなんていうか油に沿わしてストライクを出そうとしたときにその油があまりしっかりしてないんで油を超えていってしまう、したがって厚めにいってしまう、今のが本当ブルックリンに近いですよね、はい、阿部プロ第9フレーム、おっとっとっとおっと、まあ、谷口さんこれはあの勝負には影響ないですはっきり言いましてね、うん、はい、どうしましたかね、姫路はスペアして、あとパンチアウトしても230しかいかなくて、もう今の時点で230ありますからね、でもちょっと先々のことはで考えますと大きいですよ今の、はい、わずかなピン差で競っている上位陣、ボーダーラインの4位近辺の激しいつばぜり合いです。現在の3位がですね、長縄で、ここから見る範囲ではターキーターキーですから230ペース、一方今の、5位の佐藤さんが、はい、どうでしょう今フォースかフィフス、230ぐらいのペースで本当にもう本当にピン差で戦ってますね、ただ9フレー終了した時点で佐藤正美がストライク出しておりますので、ここからの10フレーム、あ、来たの、これで2、4、5、今ほとんど並んでるんじゃないでしょうか、なるほど、この辺これはラッキー、3位と5位のこの勝負もすごくこの後の影響しますね、この辺り、姫路はマックスで236、そうですね、これ236で終わっとこないとチャンスなくなりますね、もう一方の阿部はこのゲームはハイスコア、ビッグゲームになります。どこまで順位を上げてくるか、4位中谷とは22ポイント差で追っている6位の阿部、ジャンプアップが期待できるこのゲーム、あっと、チケヘッドピンを外す、川地さん、はい、9番10番レーンでプレー中の松永プロなんですが、8連続ストライクを出したんですけど、9フレでちょっとこけてしまいました。松永のトップシードというのはほとんど決まってきそうですね、はい、はい、レンサイドのリポートは中倉さんです。それも今1位と2位の対決してますからね、ここでもう松永そのハイゲームで、はい、時本さんをね、退けるともう次はポジションマッチでは、例え負けたとしても、
トップのステップラダ、進出ですか、はい、それはあの確実の模様ですね、はい、阿部正美プロ投球は257で終えました。ボーナスポイントを加えるとこのゲームで87ポイント。もう少しいけたかなっていうね、そうですね、本人は思いあるでしょう、はいはい、イメジルラナプロ235ですね、最後カウントライン35、ああそれでも終盤のこのフォースは見事でした。川地さん、はい、中谷プロなんですが現在8フレ終了時点で240ペースで進んでいます。おー、すごいね。なるほど。さあ他のレーンも続々と燃えてきていますが、すごいスコアですね、はい、これ男子でもあまりこういうこのスコアの争いというのはあまりないですよね、はい、泣いても笑っても次のポジションマッチで決着をつけます。